スタンスは肩幅よりやや広め、左足を右足のやや前に出します。つま先に重心を置き、前傾姿勢を取ります。親指を深く入れて、人差し指を曲げます。後ろの3本の指も曲げるようにします。ラケットに当たるのは中指だけです。フォアハンドから見てみましょう。フォア技術について聞いてみましょう。转腰之后，就是动作出去的时候，前臂这一块的收缩的感觉。
加转右，哦，突然间这些自己的力气一下子，フォアの時、親指と中指に力を入れます。人差し指の力は抜きます。腰と前腕の力を主に使います。強打の時はフォームを普通のフォアハンドより少し大きくします。腰の力を入れ前腕の振りを速くします。後ろの3本の指は普通のフォアハンドより少し伸ばします。薬指をラケットにつけても構いません。ただし小指をつけてはいけません。ショートを見てみましょう。ショートの注意点について聞いてみましょう。ショートするとき、人
人差し指と中指に力を入れます。親指の力を抜きます。中指の力で押しながらラケットを前に出します。プッシュ制ショートを見てみましょう。プッシュ制ショートと普通のショートの違いについて聞いてみましょう。大概就是这块要加点劲，这一下给点劲。普通のショートは前腕と手首を中心にして行いますが、プッシュ制ショートの場合はまずボールとの距離を取ります。指の使い方はショートと同じですが、上半身を右側に回転させ、ボールとの距離を取って指前腕の力を使って瞬間的に前方向に強く押します。横回転ショートを見てみましょう。
横回転ショートについて聞いてみましょう。侧旋就是使劲儿，还和推挡是一样的。侧旋唯一就是发力方向，推挡是往前推，侧旋主要是往侧。往侧主要是把那个球速给放慢，把球的弧线给放，给就是减短的。就有一个就是旋转和落点的两个。挤弧圈，挤弧圈主要是对方就是非常转的时候，就有点这样压，容易失误的时候，把这球也是吸短，主要是在板上停留的时间长一些。因为往侧走的话，它走这条线的话，线路比较长一点，在板上吃的时间要长一点，不想推挡。完了，你就是举弧圈那个点呢，是在顶点还是在跳起来以后在顶点也行？如果说是没旋转的球，大概可以就是起点也行，就是高点正常的点也行。防弧圈的时候挤的球就一定要在起点，球一落的时候就。普通のショートは前方向にラケットを出すに対して、横回転ショートは右から左前方向に出します。指の使い方は同じです。普通のショートは頂点の直前を捉えますが、横回転ショートの場合は打球点をさらに速くします。特にドライブ処理の時は打球点を速くしないと詰まってしまいミスになります。横回転ショートはボールの左側を捉え、相手のボールの力を利用して行います。重要なことはラケットを横方向に動かすことによってボールがラケットの面に接触している時間を長くすることです。を見てみましょう。突きについて聞いてみましょう。搓球和主要是这两个指头就是均匀使，没有说哪个就是特别使劲，都一般的使一点点劲。主要是后边也是中指这个指头，这个指尖要顶住，顶住之后搓的时候就大概就是说，要想搓钻一点啊长一点，要用手腕。一般白短的话都用手腕。ツツキの場合は人差し指と親指に同程度の力を入れます。重要なことはボールをラケットのヘッド寄りに当てて、中指の力でラケットを回転させることです。ボールがラケットの面の上に乗ってる時間が長くなるほどボールは切れます。切るツツキの場合は頂点を捉え、指、手首、前腕の力を使います。ストップ性の場合はバウンド直後を捉え、
相手ボールの力を利用して手首を中心にして行います。フットワークを見てみましょう。フットワークの注意点について聞いてみましょう。他们那儿主要是就是腿底下，腿底下大概就是如果说范围小的时候，就不要用大胯，就用在这个位置一般都要挤一下，这个位置要松开。所以正确也是尽量往前赶，如果赶不上最前面的点，是往后的时候是对。フットワークは表ソフトの選手にとって大事な技術です。ボールが体に近いときは、体の回転を使って返球します。ボールが体から遠いときは、足を使ってボールのところまで行って、体の前でボールを捉えるようにします。ボールがフォアに来たとき、間に合えば、斜め前に動いて打ちます。間に合わなければ、少し下がりながら打ちますが、下がった分だけフォームを大きくします。返球は不規則ですから、重心移動をしっかり行い、足を微調整しながらボールについていくことが重要です。
ミート打ちを見てみましょう。ミート打ちについて聞いてみましょう。初段は转向は側身这些要侧就是比较到位一些到位一些就是拉手这些拉手这些主要是就是不要光拉手然后转腰拉手转腰拉手的话大概能看出在这个位置能调整球板和球之间的距离而且球和板和球一定要就有一定大概这么大距离能发出点力来出手要比球稍微低一些因为他下去出了第一点之后手腕的一些不适稍微点一点点ツツキの後回り込む時は体を十分に回転させて回り込みますこの時ボールとの距離を十分取って体の前でボールを捉えるようにしますラケットをボールの下から上前方向に振りますインパクトの瞬間は少し回転をかけます切り替えを見てみましょう。切り替えの注意点について聞いてみましょう。手上可能注意就是后面，包括手指的转换。完了，供球要用拇指，推挡用食指，后边这个也来回要这样来回的转。就尽量就是后边不用说正手中这么大，完了再这么换太慢了。
尽量是这样，就换得快一点。把左侧右弓就是注意脚底下到位，特别是反手位，反手位点要在前面，正手位就是可以放后，大概走这种。切り替えするとき、大事なのは指の力の調整です。フォアのときには親指に力を入れ、バックのときは人差し指に力を入れます。指の力の入れ方でラケットの角度を調整します。動くときはテーブルに対して平行に動きますが、フォアにボールが来たとき、間に合わなければ少し後ろに下がっても構いません。ただし、その時は前腕を使ってボールを強く弾くようにします。裏面バックハンドを見てみましょう。裏面を使う時の注意点について聞いてみましょう。前手拉的时候，出完球之后下来的时候，这个拉手啊，手上最下缘也是做的是中指和拇指是食指放松。这些拉手的时候，稍微手腕往回仰一点，往回仰一点就是参与这样发力嘛，摩擦。但是重心往下，稍微蹲一点下来，摩擦这一下的时候，腰这一点要顶上去。再加上手腕往前推一下，指の使い方としては親指と中指に力を入れます。バックスイングでラケットの先端を体の方に引くことによって打球の際にラケットのヘッドが十分に回るようにします。ラケットを引くとき体も一緒に重心を下げながら
左方向にひねります。そして体を右方向に回転させながらラケットを上前方向に振って打球します。3球目攻撃を見てみましょう。3球目攻撃について聞いてみましょう。まずレシーバーのラケットの角度をよく見てレシーブのコースを判断します。下回転サービスを出した場合はツッツキで返球されることが多く、その場合は裏面ドライブかフォアドライブで攻撃します。レシーブのコース、長さ、回転量を正確に判断して自分の体の使い方、力の入れ方を調整します。
サービスを見てみましょう。
試合の時はどういうところに気をつけるか聞いてみましょう。对手就是什么打法，还有什么横板，比如说横板，两面回传的，两面回传人普遍就是属于，就是没有明显漏洞，但是呢特长不突出，中间漏洞比较大，比较慢一点的两面，所以一般就是要盯住中间，而且要以直板打横板，要以速度和前三板要压住横板，是自己主动的。レオハンドドライブの選手は。両サイドは強いですが、ミドルに弱点があるので、表ソフトの特徴であるスピードを生かして、ミドルに攻撃します。ペンホルダーのドライブ選手はフォアの攻撃力がありラリに強いが守りに弱点があるので先に攻撃を仕掛けます。攻撃できなければコースをついて相手に強く攻撃させないようにします。表ソフトの選手はフォアの攻撃のタイミングが早いのでバックをついて牽制します。できるだけ先に攻撃するようにしています。对小球就是自己发球那种就是机会比较好的情况下再打一下小球，如果说机会不是特好的话，先以就是弱点给对方拉一下，看准，看准的时候再打小球。カットマンに対してはコースをついていきます。チャンスボールの時には強く攻撃しますが、チャンスボールでなければ丁寧にコースをついてチャンスを作ります。いかがでしたか？このビデオを参考にして練習に役立ててください。